今回は、西来島とワダツミどっちもの元素石碑の解説動画です。西来島には全部で3個あるんですが、西から東へ順番にしていきます。ほぼリプレイ動画になります。ご了承ください。今回の石碑ほとんどフィッシュルでしてたけど、他キャラだと難易度上がりそう。今回は4個で1セットみたいなのが多かったですね。で、西来の最後の場所は、全部焚き火の前のモンスターを倒して、最終的に石碑を灯すという感じ。この動画は別で出しているんで、ざっくりだけ解説。これから、回る焚き火3箇所のヒルチャールを倒すと、どんどんヒルチャールが湧いてくるので、すべて倒しきってください。石碑が奥で封印されているので、倒すたびに封印が解除されていきます。1箇所目、ここを殲滅してください。形は精神と共にあれ。動くべきだ。2箇所目ここを殲滅してください。最後ここを殲滅してください。それで中心にある元素石碑に雷つけてモンスター倒せば終わりです。まあ、ざっと解説しました。一応個別に動画出してるので、当時の映像を確認したい方はそちらをどうぞ。とりあえず、この順番に左から回りました。では、ワダツミ島行きます。ということで、ワダツミ島なんですが、隠し秘境のところの石碑は割愛します。段階を踏むギミックで、しかもその中間の石碑なので、ややこしくなりそうっていうあれ。それから、一応こちらも西から東へ回っていきます。探索今回はフィッシュルが大活躍ですね。前回は北斗よく使ってたけど、ということでこんな感じで、回していきます。ここは降りてすぐですね。雷だけでなく水もいるんでそこだけ注意だね。
3箇所目は、雷霊の順番に灯せばクリアですね。順番は真似してくれるといけるかな。ここ4つの元素石碑があるんですが、門の前2個を先にして、門で移動して残りの2個がいい感じでした。場所まで来たのでこれは配信アーカイブ。はい、ということでクリア、ラストいきます。ラストは、以前アチーブメントの動画で出したやつのそのままです。ここのミラーメイデン倒して、ボール調べてから、灯せばいいんだっけな。はい、これで新秘境の前以外全部回ったはずです。最後に全体マップ貼って終わります。ご視聴ありがとうございました。